山先生、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。今日は松井アナウンサーに代わって私乙女仕事といたします。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。キックオフイベントをやっとファンの皆さんと一緒にね行うことができましたね。はい、いかがでした？そうです、まあいよいよ始まるなっていう気持ちになりましたし、まあ、本当に多くのファンの方々が来てくださったので、まあ早く開幕してプレーを見せたいなっていう気持ちになりました。ファンの皆さんの熱気にやるぞっていう気持ちがさらに湧いた感じで。はい、そうですね。でチームスローガンはゴーハイヤー、こちらどのように感じました？いや、もう本当に今の自分たちに、あったそのスローガンだなっていうふうに思いましたし、まだまだ、さらにこう高みを目指して頑張っていきたいなっていうの気を引き締めるっていうか、そういう感じでしたね。はい、でイベントではスローガンの他に新体制が発表となりました。コーチも変わって新メンバーも加わりましたが、今シーズンのチームっていうのは、北川選手どんな楽しみがありますか？そうですね、またもともといたメンバーに加えて、またさらにその新しいメンバーが入って、まあ、そことのこう融合というか、そこはすごく楽しみですし、また去年とは違った形のまたブレックスが見せれるんじゃないかなというふうに思ってます。で葛西選手、ヤン選手、文馬選手が初登場したわけなんですけど、新加入選手は北川選手から見てどのようなお人柄でしょうか？そうですね、葛西選手は、すごくこう、頭がいいというか、ディフェンスも激しいですし、そこから、ポイントガードなので、みんなをこう使うっていう部分ではすごく楽しみだなっていうふうに思いますし、ヤンちゃんは、すごくもう見た目からしてちょっと可愛いんですけどでも長身からやっぱりシュートもうまいですし、やっぱこうインサイドもできるので、すごく楽しみだなっていうふうに思いますね。あと、マブンガ選手も本当陽気で、もう本当にずっといたかのような感じで今接してますけど、本当得点力もあるし、そのアシストもすごく上手なんで、早くやれるのを楽しみにしてます。もうチームにすっかり溶け込んでいるんだなっていうのがなんかお話から伝わりましたけど、ヤンちゃんって呼んでらっしゃって、もう随分心の距離縮めてるようですね。そうですね、ヤンちゃん結構日本語で喋ったりするんで、そういうちょっとこうなんていうんですかね、喋りもうまいんですけど、なんかすごくこう仕草とか、なんかそういうのもすごく含めて、そういうの含めてすごい可愛いなと思います。でイベントでは個人の目標もサイン色紙に書いて披露されました。北川選手が書いたのはチャレンジの意味は、はい、いろんなことにチャレンジしていきたいなっていうふうに思います、思って書いたっていう感じなんですけど、連覇にチャレンジするっていうところもそうですし、新しく、始まるその東アジア の大会とかもチャレンジするっていう意味で書きましたし、私生活もいろいろなことにチャレンジできたらなっていうふうに思います。私生活もいろいろなことにチャレンジって何かこう話できるような、はい、あります？そうですね、なんか苦手なものを克服したりとか、僕ちょっとキュウリ嫌いなんで、キュウリちょっと挑戦してみようかなって思ってますけど、まだ一歩踏み出せてない状況です。いやでも今こうしてお伝えしたんで、ぜひ近々、はい、はい、お願いします。そうですね、大きなチャレンジですね、はい、これもね、かなり大きいチャレンジです。かなり大きなチャレンジ、はい。そしてこの週末はプレシーズンゲームがありますね。はい、9月3日土曜日午後5時チップオフ、深いスクエアガーデン足利、足利市民体育館で開催ということで、対戦相手は今シーズン B1 に昇格、東地区所属の仙台 89ers です。北川選手は、どう捉えてますか、こちらのチームは？そうです、去年そのプレシーズンマッチで、試合したんですけど、はい、すごいディフェンスが激しくて、去年も確か初戦が
プレシーズンの初戦が確か仙台だったと思うんですけど、まあ、結構圧倒されてしまったなっていう印象があったので、まあ、そういったところもまた今年もすごい激しいと思うので、まあ、そこに負けないようにしっかりみんなで頑張っていきたいなというふうに思ってます。このゲームからどんなことを得たいと考えてますか？そうですね、まあ、やっぱチームの何ですか、合わせだったりとか、まあ、そういうディフェンスのコミュニケーションだったりとかっていうのが、そのゲームの中でどれだけできるかっていうところがやっぱ一番こう分かっておきたい部分だと思うので、まあ、それを踏まえてどんどん反省して、まあ、練習でどんどん良くして、またプレーシーズンでやってっていうふうにこう、まあ、その成長できるようにやっていければなというふうに思います。それでは最後にファンの皆さんへメッセージをお願いします。はい、今週のその足利ゲームが、まあ、最初のゲームになりますけど、しっかりチームとしてファンの皆さんに楽しんでもらえるように、頑張っていきたいと思いますし、まだちょっとチケットに余裕があるみたいなので、ぜひ会場でお越しいただいて、自分たちの応援していただければなというふうに思っているので、ぜひ会場でお願いします。北川選手、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ペーズも頑張ってください。はい、ありがとうございます。もしもし。はい、もしもし。ありがとうございます。ありがとうございました。